that your 20 years have gone by much too fast. And you've been hoping this year will be better than the last. You said you've been waging a war against the loneliest of nights, with the strongest drinks and longest lines. It's not that big a surprise that you're feeling more dead than alive. You're feeling more dead than alive. So I'll let you know if you need. まず最初に2005年の段階で10月にその渋谷にスケートパークを作ってもらおう会というのを発足して、そのまず最初の相談としては、その娘がお世話になった小学校の校長先生に、実はこういうことをやりたいです。青少年育成のためにスケートパークっていうものが渋谷区にない、ぜひこれを作るために協力していただきたいということで、いろんなアドバイスをいただきます。その団体の実態というのは、今恵比寿っていう地区では僕の知ってる限り10人ぐらいの子供たちがいます。会員とか名簿とかはないです。なんて答えればいいんだろう。実態はないっていうんですよ。私は旧渋谷地区恵比寿の方のエリアの方の地域を中心とした活動をしている議員なんですけれども、恵比寿駅を中心として、スケートボードやそれから、インナースケートだとか、さまざま場所がない状況で若い方たちがたむろってやっておられる状況はただ見ていたものですから、私ども地元の臨泉小学校の校長先生の方から、私に紹介があったのがさっきお目にかかった佐野さんで、広瀬さんの方からちょっと講演家の方で、どうもスケートパークのイメージがわからないと、今までにないものなんでわかりませんということで、区の方に伺って、講演家の方と、に説明させていただきました。2007年の3月、議会をそのスケートパークを作る方向ということで決定したという話は伺いました。それは広瀬さんから。そうです。それで2007年3月にその議会を通過したよと、予算組がされたんで、19年度の予算組にはその宮下公園にスケートパークを作るための予算組はされました。話は伺いました。渋谷区内にスポーツ公園を設置してほしいという要望書を実は前年の11月の末に提出しているわけです。それを年が明けて1月ごろ区長の方から公明党が要求したその予算要望で、これはお答えできそうですと、3月の第1回定例会で予算化をするわけですので、いわゆる宮下公園に対する整備、公園整備予算というのが計上されるんで、それを見えたもんですから、じゃあ2月に急いで要望書は出しておこうと。それでロッククライミング用のウォールと、それから一緒にスケートボード場も整備したらどうかと、そういったタイミングがあったんですね。これちなみに2年前ぐらいにスケートパークだけかどうか分かんないですけど、何か改修に予算がついたですか。去年でしょう。それはここのところをいじろうと思ったの、商店会さんの希望で。去年ですか、一昨年じゃなくて去年。あ、そうです。去年ですね。スケート全然違う。この交差点を改良してくれないかっていう、その予算ですよ。渋谷が言うほど、宮下公園渋谷が言うほどの整備工事。ああ、 そうです。その時にちょうどこういう、このネーミングライツが始まっちゃうもんですから、その予算はもう執行しないでそのまま流しちゃったんですけどね。その時全然あれですか、そのスケートボード。ああ、全然、それで全然関係ないです。だからあれは全然違います。3000万は3000万という予算ついてたんだけどね。そうですね。で、僕はもうそのままできるもんだと思ってたんで、その後はまた広瀬さんとちょこちょこ先ほど話したように会った時に進行状況は聞いたんですけども、その年を明けて、2月の段階で要望書という形、団体からのその形がなかった、ないという話があったので、僕が要望書を制作して渋谷区長
原所、区長にあの提出させていただきました。実際その出すに至るその経験はどうだったんですか。そのこのタイミングで出すっていうことはあの自主的にその佐野さんが渋谷区に対して出したという形になります。そうですね、あの要望としてはあの話している通りあのずっと作ってもらいたいという要望はあったんで、あのこういったものを提出してくれないかって言われたときに、あのその時にはあの私があの作成して提出させていただきました。佐野さんが2008年になってから、まあ、要望書をちゃんと形にした方がいいよっていうような連絡が来たっていうことは言ってたんですけど、ええ、これはなんで2008年ですか。あのさっき申し上げたとおり19年に、まあ、こういうものを出した方がいいなということで、あのさっき発言させていただいたのは私も19年の第4回のテレビ会の時だったと思うんですけども、まあ、そういうことであの区の方としてはもうあの前向きに捉えてくださっているということは確かだったので、まあ、陳情という形で、ね、出すとまた議会関係に出てくる話になりますから、あの区長宛て行政関係に要望という形の方があの落ち着くところに落ち着くやり方になるのかなというのが私の考えだったです。選定委員会についてなんですけれども、うんうん、そしてこれまああの要望書なんですけど、はいはい、そうすると、まあ、この要望書が出ている、はい、あの日程がこの2月、まあ、13日っていう日にち、はいはい、こちらはまあ2月12日っていう日にちですけど、はいはい、この、 あの提案書があったのは2月6日と2月12日ってなってるんですけど、はいはいはい、これがまあ逆であるっていう、逆っていうか、要するにこの要望書は後付けでまあ出てきたもので、その前から口頭の申し込みは区長等にまあございましたんですよ。この方たちが直接来て議会の答弁では要望書があっての、うん、まあ、検討選定委員会、まあ、あの要望書は実際ありましたから、要望書があって検討委員会っていうのはこの検討委員会はその要望書、要望、口頭の要望書に基づいて口頭の要望書というのも変ですけどね、渋谷区の方の申し入れがあった時にそれで、スケートボード場を作るのはいくらぐらいかかるのかとか、うちは一応試算するわけですよ。こういう要望書が出てなくても区民の方からの要望ですので口頭であっても、その要望が受けた時にこの多分19年ぐらいの末ぐらいだと思うんですけども、それはちょっとはっきりしないですけども、要望を受けて結局そういうメーカーさんにいくらぐらいかかるのっていうお問い合わせをしてるんです。それに基づいてこれよりも早く提案書が出てきたんです。この要望書が来なくても、来なくても多分やりましたよね。ええ、区長と渋谷区としてもこういうスポーツ施設をあの口頭で申し込まれたっていうのはありますから、それは要望書が出なくてもやったと思いますよ。うまい。その要望書を提出した後っていうのは何かあの渋谷区とのやり取りとかってないです。全くないです。7月にあったその説明会の段階で見せられたのは初めてですね。そのプランを見せられた。あの設計図には、はい、スケートボードエリアっていうふうに言ってたと思うんですけど、はい、それは佐野さんのその意図するところとはちょっと違うような気もするんですが。そうですね。苗木があの設計施工をやるということだったので、あのこちらの意見としてはあの通らない状態で進んでます。1975年に世界選手権の第1回がサンディエゴで行われることになり、まあ、俺がそれに出場して最初の、まあ、世界人になったわけですよね。俺が教えなければ誰も、まあ、なかなか進歩しない時代があって、今そのつながりがずっとある。俺もパーク3つ4つぐらい作ったけど、
結局は潰れちゃうから、時代の流れもそうだし、やはり料金を取ってやるのは都内でやるとね、やっぱ悪さするやつが絶対出てくるから、そのシステム化がきちっとできてればね、いいんだけど。一番初めに佐野さんが来たのはどっちにしてもね、城南島ができてからなんですよ。宮下公園の活動に生かしたいと思うっていうことで、城南島っていうのはどういうふうにできたのかなっていうことで多分調べたんだと思うんですが、スケボーを始めたきっかけは僕の兄貴がスケボーをやってまして、80年代にスケートボードが流行ったんですね。中学校ぐらいに上がった時にやっぱ俺もやりたいなっていうことで、デッキをですね譲ってもらって、で追っ始めて、みんなやっぱ自分で、こういうジャンプ台みたいなものですね、ジャンプランプって言うんですけど、そういう台なんかをやっぱり自分たちで作って、日頃から僕らも遊ばしてもらってたんですね。でそういうのを常に目にしていたもんで、ちょっとした空き地があったり滑れそうな場所があったりした時に、やっぱり僕もちょこちょこ作ってどんどん置いてたんですよ、ありとあらゆるところに置けば撤去、もうこれは本当に少年ながらに手を尽くしたなと。じゃあこれはもう署名して、区にね、もうその場所を、陳情するしかないだろうっていうことになり、宮下公園 の、はい、の署名なんですけど、はい、それはお店とかでも、そうですね、やってました。はい、このお店はどれくらい署名って、80人とかじゃないですか。そんな大層な数はできなかったですから。佐野さんはなんか実は署名知らなかったと。その署名は誰が持ってきたんでしょう。大竹さんですね、にそのこれ署名だからちょっと書いてよって言って、その大滝さんはそのナイキの人とかと仕事もしたり、そうですね、そうですね、コラボして T90 モデルとか出したりもしてたり、個人的にも仲がいいんじゃないですかね。ナイキもだからそのまだ関係なきゃね、証明なんか集めるわけないんだから、そんなもん、できたら、でもね、できたらいいなって思うからさ、証明しようぜとは言ってましたよね。署名がまた出たんですけど、はいはい、あれは何か知ってますか。あれは何て言ったらいいんですかね、要するに後押しですね。要するに署名、いわゆる賛同署名というか、そういう意味ですね。本当に実現するんだけど、ちょっと地元の町会の反発もあって、区が説明会をやろうとしたら、そんなことしたらもっと大変になっちゃうじゃないかという、半分誤解だったんですけど、もっと全国から集まっちゃうんじゃないかと。そうすると溢れた人はどうするんだという、要するに地元住民の声がちょっと出たもんですから、じゃあ投資してちょっと署名をして、そんなことないよと。発想はタバコの分煙と一緒です。ここでやってくれと、どこでもやっちゃいかんと。歩きタバコを禁止するような感じで、この宮下公園のこの一角でスケートボードはやってもらいたいと。基本やっぱりね、スケートボード場ができると塀がこんな高いんですよね。なんでそんなに囲われなきゃいけないのかと思うんですよね。させるんだから制限するぜみたいな、やっぱり行政が多いと思うんですよね。作ったでしょ、滑れるでしょ、でも制限はもちろんするぜっていう、本当の意味での自由に無料でいつでも楽しめるね、公園がないとダメだと思いますね。城南島の所長さんにも僕ね、ゆくゆくの夢はこのフェンスを取っ払うことですって、もう今も言ってありますから。